今朝はちらほら傘が咲く小雨。勉強に集中するにはいい日和だ。花鳥、おい花鳥、今日は休みか。え、ラッキー。ただし悪いな、すっかり遅れちまった。こいつが俺についていきたいと泣き叫ぶんでな。まさか前世からの強い絆が。どういうことだかな。花鳥くんさえ覚醒しなければ。氷上の祈祷師ゲシュテーバーの隠密忍ぶれどボタン行き。恐れ入ったぜゲシュテーバー、俺と契約してライトオブナイツになってくれ。そんな僕小雪セリはお前には絶対に突っ込まないからなと思いつつ、なぜか毎日付きまとってくる花鳥くんのせいで同じクラスになった2年からは成績は散々。そんな、はあ、また授業が遅れる。これが神が言い渡した試練だというのか、ゲシュテーバー。よかった今日も耐えた、突っ込んでないぞ。花鳥くんに突っ込んだら負け、勝負なんだよこれは。世界の歪みを救いに行こうぜ。はあ、なんかもう暇。うん、俺は空気読めるよ。暗黒破壊神に逃げる先輩ですよね。一目でわかりましたよ、その宿命を背負った者のオーラ。だがしかし、その前に期末テストだ。やはりお前は俺の心の友ゲシュテーバー。絶対後の黒歴史者だよ。いいぜゲシュテーバー、世界を動かす器を持った男だ。僕は現実世界で高校デビューするんだ。我が名は暗黒破壊神ミゲル。この地獄の苦しみを全人類に与えてくれるわ。花鳥くん、まさかあの力が目覚めるんじゃ。来る、あいつが来る。